って旅をしておはようございます、どうも近藤です。いやーもう2年ですよ。 YouTube を始めてね、もう2年ちょいが経ったんですけど、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕と彼女のこの YouTube って、僕がもう YouTube やりたいって思いから始まって YouTube なんですよ。まあそもそもね、2人で日本一周の旅に出ようって決めて、彼女はもう好きにね、2人で自由に思い出を残す旅に旅がしたいで、僕はせっかく旅するなら誰かのためになってくれたら嬉しいなって思ったり、2人で発信することがそれぞれの仕事になったら、彼女が仕事先で辛い思いとかもしてたので、まあそういう思いもせずに、まあ、2人で生きていけるよねっていうところで、それぞれの理由結構違って、で僕がなかなか強引にじゃあいやもうやっちゃおうぜみたいな感じでちょっと始めちゃったんですよ、この YouTube を。だからもう本当に1本目とかも彼女全然喋ってないでグミばっか食べてたし、動画に出るのが好きじゃなかったって結構言ってるんですよ。で気づけばもう2年が経って、まあ、ぼちぼちねちょっとマジな本音が聞きたいなと思ってる今日この頃です。はい題して彼氏が YouTube やめたいと言ったら彼女の本音は一体どうなのか。いつものポンコツなドッキリとは違う、全然違うというところで、やめたいって言ったら多分本音を伝えてくれると思うんですよ。いきます。いやちょマジ今薬局なんですよ彼女が。だから結構早めにやらないとバレるんで。あいいっすね、この感じでいきましょう。いやマジでね、本当に返答次第ではこれが最後の動画になるかもしれないんで、おー待ちます。おかえりおかえりー君の帰りを待ってて。編集は終わった編集は終わったお疲れ。あっちゃんおいで。ちょっと気持ちかったよ。なんとか、うん、よしおいで。水飲め、うん、よし飲みな。どうぞ。ちょっと俺言った話があってさ。うん、何系の話？人生。人生？何だろう。人生。よいしょ。人生っすか。人生。何？何？何？腰痛いね。腰痛いの？おでん、おでんがいるから。いいおでんはどうしたの？じゃあ変な持ち方しないで。あのですね。おう。YouTube やめようかなと思って。なんで？疲れたかな。疲れただけ？なんか嫌なことあった？いや、嫌なことは別にないよ。楽しいけど、一日おきの更新で毎日編集とかさ、そうやな、そう撮影もね、うん、あるしさ、うん、車も最近 DIY し始めてさ、はいはいはい、もうずっと働いてるからさ、そうだね、ちょっと疲れたなっていう感じで、もうしばらくじゃあもうやんない、やめようかなと。あ、もうやめるんだ。もう休止じゃなくて、もう一切しない。そう、どう思う？まあでもいいんじゃない。とりあえずなんかでもしばらくお休みして考えるのはいいのかなとは思うけど、まあでも発信することがさ、人生ってこんちゃんね、あの前言ってたじゃん、うん、ちょっと今は疲れちゃったのかなと思うし、とりあえず一旦お休みにして、なんかいきなりね、やめますみたいになったらさ、視聴者さんもびっくりしちゃうと思うし、一旦お休みしてちょっとどっか行くか、 PCR 受けてポーンって疲れた時はそれがいいよ。ぽいちゃんは外出てね、人に遊んできた方が犬みたいな違う、そういうこと言ってるんだよ。いやでもなんかまあ嬉しいけど、それはあれや、俺のことを考えてのあれじゃん。それはそれ俺のことはいいんだよ、あっちゃん。あの、じゃあ、の、そうだ違う、あの一緒にどっか行こう。なるほどな。前、どこ行きたいって言った？北海道の上の方で。いや、ちょっと連れてる。どこ行くかじゃなくて、あーちゃんはどう思うんだいっていうところなんです。私がどう思うんだいっていうところなんですよ。なんどう思うんだいまさかね、YouTube 始めるとは思わなかったわけじゃん。そりゃそうだな。あ、2人で頑張ってきたじゃん、はいはいはい、楽しみながらだけどさ。そうだね。そう、俺はやめようかなって思うけど、あーちゃんはどう思ってるんだろうなっていうのを聞いて。あー、どう
るって言われると、そのさ、他のさ、YouTuber さんみたいにさ、女優さんになりたいとかモデルさんになりたいとか、なんか何かしらの職種をしてるからなんかしたいみたいな、すごい高い志を持ってる人間ではないわけですよ、まず。だからなんかその、そんななんか何もない私だけどさ、その視聴者さんが YouTube やることによってすごい喜んでくれて、こんちゃんもすごい楽しそうで、なんか何かを人にあげれたことって今まで生きててないけど、私なんかがなんかこう役に立ってるというかさ、誰かのこう気持ちを紛らわすことができてるんだなと思って、それってすごいことだなってすごい思ってるし、できればね、本当に視聴者さんがいろいろ言ってくれるからさ、今後もやっていけたらとも思うけど、けどまずこんちゃんのことが大事だから、まずは一緒にね、これからもやりたいこんちゃんがしんどいなら、まあ、やるべきじゃないと思うよ、私は。視聴者さんにはすごい申し訳ないけど、ね、しんどいこんちゃんがこうやってさ、それを視聴者さんが見るのもきっとなんか辛いというかさ、なんかね、しんどい中でやってるのを知った時悲しいだろうから、お休みとかね、一回やめて、こんちゃんがやっぱまた俺発信したいなみたいな、ってなった時にやればいいのかなって。なるほどな、一緒になんかミートしよう、しばらく。そうだな。最後に一個聞いていいか、あーちゃん。うん、あーちゃんにとっての YouTube を一言で表すなら、それは一体なんだ。何それ一言で表すな。漢字一文字で表すな。ドッキリ。なんじゃないよ、あーちゃん、何見てんだお前。なんで鼻の下伸びてるの。鼻の下はいつも伸びてる。それはダメでしょ。本気で言ってる。本気だったら謝るわ。何が本気だったらごめんねってする。本気じゃなかったら殴る。殴られる。やべ、嘘じゃん。殴られるってこと。いや違う違う違うんだ、これに関しては。テレレレテレレー、ドッキリでした。何がしたかったんや。まあね、そういうことですよ。どういうこと。いや、あのね、これはね、ちょっと分かったよ。何が最初に何なんか、あれ、そんなことさ、だってこんちゃんが言うわけないじゃん。発信が人生だとかさ、言ってる人がさ、いきなりちょっとなんか、それ恥ずかしいからやめて。俺はもう、あーちゃんの YouTube に対する本音を聞きたかったね。やっぱりね、最初はイヤイヤだったけど、今どう思ってるんだいっていうね。そういうことね。あれが気になってね。そう、すごい俺の心配になっちゃって、なんか申し訳なさと切なさと心強さと愛しさと。漢字一文字はね、よく分かんなくなっちゃった。欲しがっちゃった、それは。ちなみに一文字で表すなら何だろう。一文字、珍珍百景。なかなかないよ、こんななんかね、苦手だったね、もともとムービーに映ってさ。大ちゃん。ただ私がなんかだらけてるような様子でもね、楽しいって言ってもらえるなんて、なかなかそんなね、動物園みたいな、なかなかなくない。なるほどね、はい、あーちゃんにとって YouTube とはチン。いやでもまあでもよかったよ、まあ、チンは置いといて、チン置いといて。いや言えないのってそういうさ。いやでもあーちゃんがね、やっぱり今回やったことによってね、はい、気持ちが消えて俺は嬉しかったし。チンチンは置いといて。というわけでですね、はい、いやこれからも頑張っておくれーでやんすーで、本体のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回、バイバイ。バイバイ。バイバイ。かわいい。